この話は私の母親のお話。これが母親。当時18歳だった。美術部だった母はその日、翌日に文化祭を控え、ダンス部のために衣装を作っていた。やっとできた。なんでこれ美術部が作らなきゃいけないのよ。自分たちが着ない衣装を作るってどうなの？しょうがないでしょ。じゃあダンス部の代わりに踊れるっていうの？無理でしょ。なんか元気ないね。どうした？振られちゃったんだって。ちょっと、口づけしないから別れたってこと？そんなことってある？さあ、私そういうの興味ないから。本当に？あいつって何校だっけ？東校。わかった。じゃあ真相問い詰めに行こう。東校って男子校だよ。いいじゃん、面白そう。行こうよ。行こう、はい、ほら行くの行くの。おいおい、あんたも行くの。え、ほら。はい。いつ出てくの？ずっと待ってても拉致が開かないよ。探しに行こう。ね、はい、行くよ。近くのバスでよく会う気になる人、願うだけでうつむきたくなった。女子校だからそんな面目気なさすぎて、恋をするにもプロセスがわからない。友達はみんな私はどうして
しまうでしょう。先生もあんなに怒んなくていいのにね。まあ楽しい時間ってほんとあっという間だね。でも停学にならなくてよかったです、うん、停学になったら進学不利になるとこだったよ。ミオのは地元の大学だっけ。うん、カナは私は県外の大学。みんな半年後にはバラバラだね。なんかこういうのずっと続けばいいのに。遅くなるし、そろそろ帰ろうか。はい。うん。
育児なし。私も父からカセットテープをもらった。